アルキタスは月の表側にある衝突クレーターであり、氷の海の北端に位置する。数学を機械学に初めて応用したギリシャの哲学者、アルキタスにちなんで名付けられた。アルキタスの北西には、アルキタスとほぼ同等の大きさのティマイオスが、アルキタスの南東には、アルキタスよりやや小さなプロタゴラスが位置している。アルキタスの南西には、氷の海を挟んで、 巨大なプラトンが位置している。アルキタスの周壁は鋭い岩肌をしており、小陰石の衝突などによる風化はあまり見られない。周壁は円に近い形状をしており、南東部がわずかに膨らんでいる。周壁の内側のふもとには岩石が堆積し、凸凹の土地となっている。アルキタスの中心からやや東に外れた地点には2つの中央球が存在する。 アルキタスの南側の周囲は、アルキタスの南に広がっている氷の海を形成する溶岩で覆われているため、滑らかな平地である。一方、アルキタスの北側の周囲は起伏の激しい荒れ地となっている。アルキタスの従属クレーターである、アルキタス B は、アルキタスの北西に位置しており、氷の海の海から流入した溶岩によって、湾を形成している。アルキタスの極近くにある、 小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。